はい、どうもコチョ動画をご覧の皆様、コチョでございます。さあ、いよいよ終盤になってきました。チャンさんのフレーム組み立てでございます。さあ、今日のミッション、チェーンの取り付けでございます。早速チェーンの方を取り付けてみたいと思います。スイッ。まずこちらのチェーンなんですけども、すでに洗浄は済ませております。じゃあこちらを取り付けていきたいと思います。これが一番緊張しますね。なぜかと言いますと、まあ、フレームに傷がつかないように取り付けていかなくてはいけないからです。このチェーンを、こう切ってこう回して、内側回してこう切って、工具で、で、かけますと。こんな感じで、ね、取り付けました。シングリンクを取り付けます。チャンスになったね、もう。難しいね。かな。はい、チェーンがはまりました。こんな感じでかな。はい、はまりました。はい、どうも、コチョ動画のコチョでございます。私、またやらかしてしまいました。ご覧ください。こちらのチェーンを見てご覧いただきますと、なんとこれ刻印がしてない方を表側につけてしまいました。なんとチェーンが裏表逆ということになります。ということで今日はこのチェーンをもう一回付け直しということになります。はい、それではチェーンを外していきましょう。こういった工具で引っ掛けておきましょう。それではチェーンを外していきます。これミッシングリンクで止まってるんで、まずはミッシングリンクを外していきましょう。外れました。はい、今みたいにね、リレーラーの力でグッとこうチェーンが外れていくので、こういうもので支えていくといいですね。外していきます。はい、向きが何も刻印してない側を外側につけてしまいました。本来はこちらの刻印がしてある方を外側につけないとダメということですね。これまさかの逆向きにつけてしまったと。こういった刻印を外側に向けてつけるのが正しいチェーンの取り付け方だそうです。はい、チェーンをはめていきます。なるべくまあフレームに干渉しないように、スプロケットのトップ側に入れていきます。このままプーリーの方に落としていきますと、このプーリーのこの内側のガイドを、こんなに取れませんか、内側のガイドを通して、で下側のプーリーをこうくぐらせて、はい、通りました。はい、このように通ること、通すことができました。じゃあこれからギアをトップに上げていきます。はい、アンカーにしました。フロントディレイヤーの干渉もないし、とりあえずはいいじゃないでしょうか。ワイヤーは新しく変えたので、こちらの初期のみがあった時にはまた再度調節が必要ということになりますね。こんな感じでいいじゃないでしょうか。膝が痛くてさ。はい、以上で、チャンさんのロードバイクディレイラー調整は終了です。あと次はね、何をやるかというと、今度細かいところをね、
チャンさん好みにしていきたいなと思います。まあ、こういったエンドキャップをね、ちょっと色のついたものにしたりとか、あとこの辺のね、バーテープも次回は交換していきましょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。チャンチャンチャンクムです。